丸山ゴンザレスの浦坂井ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話してくださるのはこちら西川さんです。よろしくお願いします。お願いします。元競艇プロ選手でございます。はい、こちらの競艇と暴力団の著者でもあります。一応ね、起訴された件としては不正なお金の授受によるもの、はい、まあ競艇法違反ですけれども、はい、世間一般では八百長レーサー的な、はい、感じで見られているんですけど、はい、改めてここで聞きたいんですが、競艇界に八百長っていうのはあるんですか？あります。早いな食い気味で早かったです早かったですね。どうなんでしょう、この立件はされてなかったわけじゃないですか、はい、だけどその自分としてはプロ選手するプロ生活何年 10年ぐらいですかね。ですよね、はい、やってる間、はい、やっぱりその見たり経験したりはしてきた。そうですね、自分がそういうふうにその不正に関わるようになってから人を見るようになって、うん、まあ、今まではそれに関して興味なかったっていうのもありますし、うん、まあ、正直真剣にボート乗ってたので。真剣にボート乗ってたのは、うん、プロになってから何年ぐらいの？26歳までなんで8年いかないぐらいですかね。26歳からってことは、まあ、大体その辺から自分でこうやったなっていうのが分かった。そうですね、まあ、25歳ぐらいの時にその、まあ、最高峰の SG っていうレース出たんですけど、うん、まあ、そこに1回出て、まあ、燃え尽きたと言ったらおかしいですけど、うん、はい、まあ、なんかちょっと自分ではちょっと違うのかなと。あ、そこからやるようになっていったっていうか、関わるようになっていった、うん、そうですね、それ以降ですね、うん、はい、まあね、具体的なレースに関しては他の選手のこともあるんでちょっと聞きませんが、手口に関してはちょっと聞いていいと思うんですよ、はい、どういうやり方があるんですか？一番オーソドックスなのが自分が一番人気をかぶっている時に飛ぶ。飛ぶっていうのは、はい、着外になるっていうのがまあ一番八百長のオーソドックスですよね、はいはい、自分でこう速度を操作して、まあ、速度、そうですね、ターンや速度、走り方を操作して、うん、はい、他はどういう手口が？まあ、ある一定の選手を勝たせないように走るっていうのを発したり、うん、まあ、自分が故意に狙った着順を取る。うん、はい、でも話を聞くとですよ、ある程度腕がないとできないくないですか？まあ、オーソドックスな八百長っていうのは、まあ、多分誰でも正直人気が被ればできると思うんですけど、うん、やっぱり着順を操作すると、うん、まあ、ある一定の人間を勝たせたりするっていうのは、まあ、ある程度技術がないとできないと思いますね。誰かを勝たすってことは、はい、事前に相談とかがあるんですか？そうですね、自分はその逮捕された起訴の内容では全部携帯持ち込んで携帯で宿舎内とかレース場でやり取りをしてたので、うん、はい、以前にね、競馬の滝川さんが、はい、出ていただいたときに、はい、まあ、レースの前、はい、そういう場所に入るときは、はい、荷物検査がおっしゃってたんですけど、はい、やっぱこれもボートもある？ボートもあります。それを持ち込んでた、どうやって持ち込んでたんですか？正直自分が現役の時はザルだったので、本当に、まあ、持ち込もうと思ったら何でも持ち込めるような持ち込み検査なので。じゃあもう本当に普通に携帯持ってって指示出してとかそういう感じ？そうですね、だから、まあ、いわゆる、まあ、飛ばしの携帯、うん、いやダミーの携帯を1台預けて、うん、はい、飛ばしの携帯とか使うっていうことは結構本格的ですよね。でもまあそうです、自分はその八百長に関しては念には念を入れて全部やっていたので、うん、はあ、はい、ちなみに証拠が残るような八百長ってのもあるんですか？証拠、そうですね、向こうが全部飛ばしの携帯にやり取りを残していたという、飛ばしを使う意味がなかったんですけど、はい、捨てとけよって話なんですね。はい、自分が飛ばされましたね、はい、今西川さんメインの話をしてるんですけど、はい、他の人もやってる人いたんですか？はいますね、はい。どうなんですか、西川さんがその特別そのやり口として多いし目立ってたのか、他にもいる中の一人だったの、どういう感じなんですか？多分自分の場合は金額が大きかった。1レースどれぐらい動いてる感じだったの？その起訴された件では1件あたり550万平均で。結構な額ですね、はい、結構な額ですよそれは。はい、じゃあ、他やってる人たちもいるけど、ここまで大きなレースとかって感じじゃない？はい、無理だと思います。それは西川さんが特に上手かったってことなんですか？上手かったっていうよりも自分が抜けるレースをピックアップしていたっていうのも
あのまあ、携帯で連絡が取れたので、うんまあ、例えばその無駄打ち表しないっていうのと、うん、しっかりその上がりが出るところの話で、はい、うんやってましたね。八百長のテクニックとしては、はい、先ほどほら着順を、ね、操作するような話出ましたけど、はい、何をするんですか？そうですね、例えば自分が人気かぶっている時に絶対に2着に入るように走るという打ち合わせのもと自分を2着固定で買う。その場合その何人ぐらいに声かけるんですか？ボートって1レース1つのレース何人、はい、何人並びで6人ですね。6人のうち何人ぐらい声かけるんですか、はい、そういう時声かけないです。自分1人です。あ、自分1人でシナリオ組んで自分1人のシナリオでレースをします。え、じゃあもう狙っていってやらなきゃ技術なんてできないじゃないですか。だから全部自分が狙って、まあ、人のその走りの癖とか全部読んで自分のシナリオ通りに走らすことに、まあ、当時は酔いしれてましたね。あ、はい、え、でもそれってことはでしょ、普通に船券買わなかったら、はい、ルールないじゃないですか。そうです。別にその何ですか、あの自分で船券買ってるから問題になるだけであって、はい、そうじゃなかったらあのただのそうただの着順、はい、はい、そうですね、はい、そういうことなの。そういうことです。問題は、はい、はははははあのこれ多分協定分かんない人、僕も含めて分かんない人多いと思うんですけど、はい、インコースにあの最初からいるとやっぱり強い。インコースが強いのはありますけど、やっぱり人気の選手がインコースに入るっていうのは絶大的な信頼があるので、うん、はい、でそれで3位以内に入らなかったら、はい、もう逆に問題になるっていうか、なんか疑われそうじゃないですか。いや、結構あるんですよね。その普通に真面目に走ってても、うん、そのインコースから飛んだりっていうのは結構あるんですけど、うんうん、まあ、自分がその不正に関わるようになって、うん、結局真面目にやって飛ぶならやった方がお得じゃないっていう考えにもなったのもありますし、例えばですけど、はい、それであのお得じゃないっていう話出ましたけど、はい、普通に走った場合年間いくらぐらい稼げたんですか？自分でマックスで3000万ぐらいですかね、はい、それで不正で手に入れられるお金、はい、年間どれぐらいあったんですか？起訴されたので、まあ、全部は出てきてないんですけど、まあ、表に出てきて言わその特捜の取り調べで言われたのが2人でまあ6億円近く、5、6億ぐらいですかね。うん、はい、今そのオッズ的におかしいとか、それでは、はい、インコースで普通に走ってても入らないことあるっていうふうに、はい、つまりそのパッと見レース見ただけではわからないもんなんですか、そういう不正してるというか。正直その自分も最初にその不正にその手を染めた時はやっぱりそういう情報を流すと、やっぱりそのオッズ、まあ、やり方もやっぱ素人だったので最初は、うん、オッズが歪んでやっぱり周りの人が見ても分かったりとか、うん、やっぱりそのまあ時がやっぱ経つにつれてそのやっぱり貼る側も上手になってくるので、別の動画で出ましたけど、はい、そういうのって構成化がチェックするっていう感じなんですか？そうですね。で構成化にそのまあ不正だけじゃなくても、うん、その結構ファンから垂れ込み、まあ、だから例えばあの選手がその反社の人間と付き合ってるとか、まあ、八百長をやってるような疑いがあるとか、飲み屋で騒いでるとか、そういう垂れ込みがあるだけでも結構選手って本部に呼ばれるんですけど、まあ、最初の頃にその自分はまあ、オッズがおかしいと、こんな負ける、西川が負けるはずじゃないレースで、うん、オッズも歪むし負けるのがおかしいっていうので、うん、まあ、呼び出し、まあ、されるんですけど、まあ、言ったら形式的な呼び出しで、まあ、そのレースを見せられで、まあ、これなんでこれなんかオッズが低かったんやとか、うん、なんで負けたんやって聞かれるんですけど、まあ、エンジンの調子が悪かったですとか言ったら、ああそうかと、それでまあ終わり。あ、まあ変な話、よくあることっちゃよくあることなんですよ、構成課に呼び出される。ああ、ありますね、はい。本当に何にもしてなくても呼び出されることもあります。だから同じような態度を取っておけば別にいいかな。そうです、まあ、形式上よっぽどその向こうは証拠ないと何もない、うん、とりあえず形式上で、まあ、呼んでやってますっていうアピールですね。実際そこでやりましたって認めることもあるんです、はい、その選手が過去に聞いたことないですけど、うん、まあ最近引退した選手は八百長をやっていて、その選手と知り合いでしたっていうのをカミングアウトしたっていう話は入ってきてます。本の流れも出てきますけど、はい、西川さんの件が表沙汰になってから辞めた人結構いたっていう。はい、そうですね。あれはもちろん個人的な事情もあるかもしれませんが、
自分にも何かあるかもしれないと思って辞めた人がいたりしたってこと、そうですね、自分がピックアップしてる選手が大半ですね。ああ、はい、そうか、うん、で なんかあの協定ってその個人で八百長やりやすいんですか。正直そうですね、まあ、公営競技競技に全般だと思うんですけど、まあ、例えば口約束でこのレース飛ぶでっていう話をすれば、うん、まあ、1つの確率が、まあ、1人分減るので、うん、まあ、当てようと思えば絶対当たるんですよね。その儲かる儲かないは別として、じゃあその今ね共犯者、まあ、別の動画で名前出てきてますけど、はい、その人はあのちょっとこう裏社会のか、まあ、突っ込んでるような人だったじゃないですか、はいはい、こういうなんていうか選手とその八百長の部分にいわゆる裏社会っていうのは入り込んできてるもんなんですか。入り込んでるっていうよりも多分意外に、まあ、これは自分の憶測なんですけど、うん、その八百長しているなって自分がピックアップしている選手って、うん、やっぱ自分の私生活で収入以上にお金を使う人、だから選手が食われているっていうよりも結局選手が自らそっちの道に走ってしまって最後は食い物にされるっていう、持ちつ持たれつのバランスが崩れていってあの最後はっていう、そうですね、はい、西川さんも、 でもその系は結構ありましたよね。そうですね、自分はまあ正直けどもう最初やってた時から向こうはきっちりお金渡してると思ってなかったのでこっちに、うん、はい、まあ、自分は正直だから最後はもうお金っていうよりも自分のシナリオ通りにレースを進めるっていうことに酔いしれて結局それの対価のお金をただ単にも使うっていうことに酔いしれてだったので、はい、まあ、それがねそういうなんか思考というかそれがもたらした余波って非常に大きかったわけですけれども、別の動画で厚生課の人が、うん、あの元の教官だった、はい、あの協定学校の時 の人とかあのそういう人たちがまあ、いるわけじゃないですか、厚生課、はい、あそこってあれなんですか、業界団体的な天下りとかそういうのある場所なんですか。厚生課の下に、地域に保護委員みたいなのがいるんですけど、うん、まあ、結構丸棒大上がりが多いんですけど、うん、天下ってきて、まあ、特別監査じゃないですけど自分もその東海地区の、まあ、元丸棒の天下ってきた人に、まあ、呼び出しとか面接、うん、はい、家とかも調査来られてるんで、じゃあまあ結構そうなんですね。でもあの事件後、はい、結構組織も変わったって話は聞くんですか。どうなんですか。そうですね、組織は変わってないんじゃないですかね、はい、じゃああんまり今ももしかしたら変化ないまま、上が変わってないので、はい、多分その、まあ、表に出てる部分は変えてますっていうのはあるかもしれないんですけど、やっぱ根本的な作りてる人間たちが変わってないので、うん、はい、そうですね、まあ、ちょっと今回の動画でもう一個聞いておきたいことがありまして、はい、身辺調査についてですね、はい、本来あれなんですよね、裏社会と関わりのある人っていうのは入れないことになってるんですよね、はい、この業界、はい、ところがこの西川さんこの本の中でも告白されてますが、育ての親が、はい、ちょっとそのそっち系の方だったと、はい、で別にそれは西川さんもそのこの協定学校入って出るってレーサーになったってことは、うん、あんまり関係なかった、関係ある、多分そこはちょっと詳しくは自分もまあし分からないんですけど、うん、まあ、自分がその協定選手受けた時はそのまあ、本にも書いたそのいとこが、まあ、自分が中学校3年生の時に懲役に行きまして、うん、まあ、ロングで行ったんですけど、まあ、一応組からは絶縁が食らってて、まあ、自分が18歳になるまでなんでだいぶその期間が空いてたので、うん、まあ、たまたまそこをスルーできたのかわからないんですけど、けど特に何も言われることなくなったんですか、はい、いや、なってから呼び出されましたね。はい、それどうしたの、それで何か言われるの。まあ、最初にその呼ばれた時がまず一番最初、まあ、通のその競技の運営のトップの人と、まあ、その天下ってきた警察の OB と三者面談させられまして、はい、まあ、自分が選手になったことをよく思ってない人たちから、まあ、タレコミですぐ、まあ、来たようで、まあ、その反射の人間がなんで協定選手に受かるんやとか、はい、じゃあ問題視はされたんですね。あ、そうですね、はい、でもね、ちょっと聞いたところによると、はい、実のお兄さんも、はい、協定選手になろうと試験を受けて、はい、学校まで入られてたんですよね。そうですね、はい、受かって、はい、大和に行ってました。でも結果お兄さんなってないわけじゃないですか、はい、そこ何があったんですか。
まあ、これも結局は憶測になるんですけど、うん、まあ、途中でその自分が反社絡みでっていうのがまあその公になってしまって世間もちょっと騒いでたので、うん、で自分のちょうどその兄が協定学校に行ってる時とそのちょっと被ったような感じになりまして、うん、でそこで結局兄は途中でまあ理由も分からず、さらず、まあ、帰らされたって感じなんですけど、うん、もしお兄さん入ってたら、うん、もっと派手にいろいろやったりとか考えますか？そうですね、多分2人稼いでたら多分絶対やってましたね、2人で。それはもう確実だと思います。はぁ、はい、今ってね、はい、ちょっとこう身辺調査の形が結構大変だから、はい、入ってる人 の、 あの親族とか、はい、そういうのがあの選手になるみたいな話聞くんですけど、はい、実際どうなんでしょう？そうですね、まあまあ、これも全てまあ憶測になってしまうんですけど、まあ、最近を見るとやっぱり身辺調査を少しでも省けるように、うん、まあ、現役選手の家族だとまずそこでスルーできるので今まで通ってる人間は。あ、はい、でもその場合は捜査がなくて済むわけじゃないですか、はい、だけどですよ、今度何親等以内だったらいいとかそういう基準がむしろあればよくないですか、その調査として。まあ、要は親兄弟は、うん、まあ、分からないですけど、はい、例えばそのなんだろうな、配偶者とかそれは大変かもしれないけど、親族にいるところ、はい、要はいとことかだと、はい、それまで規制されたらちょっと身動き取れないんじゃないですか。まあ、そうですね、はい、その辺どうなんだろう、それ決まってるんですか？決まってない？一応その協定上 の、 その法競争法ではないんですけど、協定上も三等身以内は入れないとか、なんか結構暗黙なグレーなルールみたいなのがあって、法律には引っかからないんですけど。法律じゃないけどそういう独自ルールがあるんですね。はい、そうです、はい、独自ルールで引っ掛けてくるので、で結局その競争法もすごい曖昧な法律で、その疑いがあったらやめさせれるような法律なんですよね。はー、はい、じゃあもう疑わしきは、はい、入れないっていう感じ。そうですね、はい、じゃあ今はかなり厳しくなって、自分の時も多分かなり、正直その自分が受ける前もそのまあ、言ったら反社関係の人間知り合い多かったんですけど、試験結構受けてたんですけど、軒並み受かってないんですよみんな。ああ、一人も受かってない。西川さんだけなんで受かったの？それはちょっと自分もわからないんですけど、受かっちゃってもうしょうがないって感じですね。はい、そうですね、ちょっとね、今ここまでいわゆるテクニックとかうんぬんかんぬんの話聞きましたけど、他の公営ギャンブルと一番違うのは、はい、まあ、オートレースもそうですけど、はい、人間の手によるものじゃないですか、ボートって、はい、あれを不正に改造とか、はい、そっちの方とかはあった、はい、不正に改造もこれもすごいグレーな話になるんですけど、うん、まあ、自分がその今までやってきたのはやっぱり部品交換とかあるんですけど、うん、部品交換を表に出さずいい部品が出てくる、うん、これ説明が難しいんですけど、例えばギアケースとかいろんな部品があるんですけど、うん、ギアケースを本当は変えているのに表に公表せずに違うギアケースで走っているとか。はあ、それは公表するとまずいんですか？なんかペナルティーがつくとかそういうこと？そもそもそのギアケースが普通の規格内よりも薄いやつとか、まあ違法、まあグレーですよね。だから分からないもんなんですか、その部品変えてても。分からないようにします。はい、そういうもんなんですか？まあ全員が全員じゃないですけど、うん、そのやっぱりその整備士との人間関係とか、うん、整備士さんはもうこいつやってんなって分かるもんなんですか？まあ、整備士さんが出してこないとそういう部品出てこないんで。ああ、はい、整備士ってどういう立場なんですか、協定会において。その協定上によっても、その例えば県の職員がやっている整備士とか、うん、その整備会社がやってる、まあ、その委託で入ってるところとか、まあ、いろいろちょっとそれは違うんですけど、うん、はい、整備士側にメリットはあるんですか？まあ、とりあえずまあ仲いい人間関係が大きいですかね、それは。整備士さんって変えるんですか、はい、船券。整備士は変えないですね。ただ整備士の親族は変えるんですか？整備士の親族は変えます。っていう抜け道はあるかもしれないってことですね。うん、そうすると、効率いけるなと、こういうふうにセッティングして、うん、仮に話しそう、仮の話。で、整備士側がちょっと親族にこれ買っといて。いや、けど多分整備士はそういうつもりで出してきてないですね。仲いいんやったらエンジンを出してあげようっていう優しさだと思います。やっぱり協定の不正って、やっぱりその競馬とか競輪じゃないのが、やっぱスタートがある。はあ、絶対に確実に誰がスタート行くかもわからないし、確実なスタートで揃うことがないので、絶対負ける以外勝てるってないんですよね。例えばその競馬だったらこの馬は勝てるっていうのがあったりすると思うんですけど、協定って絶対勝てる八百長ってないんですよ。
その6人がやらない限り。じゃあその6人で組んだみたいなことってもあるんですか？はないと思うよ。まあ自分その昔は分からないですけど、自分が知ってる限りでは確実にないと思います。もう負けるのが、まあ、協定のオーソドックスな八百長。負けることで順位を調整できる、はい、そうです、はい、もうそれがオーソドックスなそのボートの八百長だと思います。あのボートの方で逆あの弟子入りとかいなかったんですか、はい、そのこういうちょっと俺それ稼ぎたいんですけどちょっとやり方教えてくださいみたいな。正にまず誰も気づいてなかったので僕の。それはそれで腕がいるじゃないですか。その なんか それができるってことは、はい、そのね、もっと上を目指すっていうか、はい、言ってもよかったじゃないですか、はい、なんでそっちじゃなくそのお金を買う、こう、ね、もっとゲットするというかそっちの方に走ったんですか、はい、そのだからまあ不正に走るまでは本当にちょっと真面目に頑張ってたんですけど、うん、やっぱりその減量とかやっぱ日頃のその生活、うん、もうやっぱり簡単ではないですし簡単に稼げるもんではないので、うん、やっぱりそれとの対価がやっぱ自分のその時の技術と照らし合わせてやっぱり今後まあ10年20年、まあ、もっと多分ボートホットだったら乗ってたと思うんですけど、うん、まあ合わないなと思ったので、はい、まあ、じゃあ本当に自分の気持ち一つそこから始まった話だってことなんですね。そうですね、はい、はあ、でもなんか今のお話聞いてると、うん、勝つんじゃなくて負けるとか負けないとかそういう部分での調整になってくる。それははっきり言って素人目にはもはや分からない。分からないと思います。でもそうやってあのな滝川さんも言ってましたけどそういうのを織り込み済みであの かける人っていうのはあの地方競馬にはいたりするって言うんですけど、はい、ボートのお客さんはどうなんですか？なので自分もその不正をしてた時にその不正の選手を自分でまあピックアップして、まあ、背取りじゃないですけど、横取りしてたのでその本にも書いてあるんですけど、うん、はい、まあ、それ込みで、はい、はあ、だいぶ抜きましたね。うん、はい、生涯獲得賞金はちなみにおいくら、はい、どれちょっとわからないんですけど2億から3億の間ぐらいだと思うんですけどね。あの生涯裏獲得金額はいくらぐらい？裏獲得金額は、うん、濁して3億あると思います。濁して3億ね、はい、それがギャンブルで溶けちゃった。それはそうですね、3年間ないぐらいですね、はい。いやなんか本当にあの人間のやるギャンブルの曖昧さ、そこをついたやり方だなと改めて思いました、うん、まあね、この協定と暴力団が売れるわけですよ。まあ、あの次回ちょっとこの暴力団の部分についてももう少しお聞きしてみようと思います。ということで今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね我々の仲間を募集してますんで皆さんぜひご参加ください。 YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それからまあ新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、まあ、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。